今度は帰国して
展示体験です。その中の一つ目のポイント、個性の見えるか分かるかを掲げています。これが大事なんです。しかし難しい、いろんな候補が展示の見えるかっていうんです。しかしそんなに簡単じゃない。なぜか、これを確認しておきましょう。この中で東京都議会の動画を見たことある人、パラパラほとんどいません。そう、こんなもんなんです。力数字見える化されてます。都議会の動画はウェブサイトに載ってます。インターネットを使われたら誰でも見えるんです。しかし見ない、見えるけど見ない、ただわからない。で、皆さん多分わかんない。Gracias.
さんも日向の皆さん気をつけましょう。今はからくもサークダーの状態で走っています。この後涼しい場所に避難して整えてください。最後にお伝えします。まず今日この忙しい昼間にそして暑い中集まってくださった皆様、もはや単なる聴衆ではありません。仲間です。石丸俊一の愉快な仲間たち、こんなに揃いました。大手町の仲間、こんな仲間に面接です。何としても今回の選挙楽しみ切りましょう。それは全力でやるということ、それは一人でも多くの仲間を巻き込むということです。なんだって東京都
力ありがとうございました。ご協力ありがとうございました。入ってるとこにどうぞ。Is he not a singer?
Thank you.